あれ、なんか変な段ボールがあるんですけど、これなんだこれ。あ、なんだこれ。あれ、なんかいっぱい商品入ってるんだけど。お、お、これクムロフじゃん。よいしょ。あ、そういえばなんか社長がなんか特化品各メーカーさんに頼んでるって言ってたな。これクリスマスで大活躍するアルミのクグロフです。これなんとアウトレットで特化で出すって社長言ってましたよ。これ、これがなんと、確か150個ぐらいいっぺんに仕入れちゃったって言ってましたね。これ大丈夫かな、これ。ああこんなのクグロフ、これちょっと名前まだ言わないですけど、これ有名メーカーさんのクグロフです。実は実はなんとか製作所のクグロフなんですよこれ。はい、さらっといきます。あ、これすごい、シリコマート。ちょ、あれだ、これパッケージ破損しちゃっただけだ。これアウトレットで出すって言ってましたね。かわいいハートの、このシリーズ人気なんですよね、幾何学模様のハート。あ、あとこれ、これもね店舗ですごい人気なんですよ。これパッケージ破損しちゃったっていうだけで、これアウトレットで出すらしい。いやーすごい。さてと、あ、これはちょっとやばい商品見つけちゃった。これちょっと伝票剥がしちゃう。これ見つかるとまずい、これは。あ、ちょっとここモザイクかけてください。ちょっと、おー、すっげー、これ、うわー、すっげー、これなんとか金属のあれだ。うわ、今年もらえたらしいですよ、特化。こんなにいっぱい。あ、ちょっとモザイクかけてください。これ見られてまずいな、これ、これやばいな。ああ、これもある。あ、すごいすごい金額。うわー、あ、これこれあれじゃん、オリジナルのやつじゃん。ああ、クグロフだった。ああ、これはもう見せられません。はい、以上アウトレットのご紹介でした。